皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。はい、本日のテーマは覚えるコードはたったの6つ、最短でギター弾き語りができるようになりたい人へというテーマでお送りしたいと思います。初心者の方は、今回ご紹介する6つのコードを、まず覚えてください。無数にあるコードの中から、必要最低限のコード、まあ、この6つをですね覚えてくれたら、まあ、ある程度は乗り切ると思います。で、まあ、欲を言うとそれにさらに2つ足して、計8つのコードを覚えると、まあ、さらにいいんですけども、まあ、その話はですね動画後半で解説いたしますので、ぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いします。はい、音楽、まあ、そしてギターには、理論っていうのは絶対大事なんですけど、とにかく曲が弾けないと楽器ってやっぱり面白くないと思うんですよね。でまず最初に理論からこう書けようと思って、で結局つまんなくて挫折してしまったっていう初心者を何人も見て、僕は来ました。今回はギター弾き語りをやりたくてギターを買ったりいろいろ準備をしてはいるんだけど、とにかくコードがたくさんあるし、コードには数字とか記号とか意味がわからないことがいっぱい書いてあって、何からやっていいかわからないと、でもう挫折してしまいそうな人が、まず曲をね弾く楽しさを知っていただきたいなと思って作った動画です。それでは早速その最初に覚える6つのコードをご紹介していきたいと思います。まず覚えるコードを一つずつ紹介していきます。最初に G、 それから C、 D、 Em、 それから Am で、ちょっと一呼吸を置いて Dm、 まあ、なぜ一呼吸を置くのかっていうのはですね、まあ、この後説明いたしますので、とりあえずこの6つを覚えてください。 G、 C、 DE マイナー、A マイナー、 D マイナー。覚えるコードはたったこの6つです。で、まあ6つも覚えるのが大変だよってね、本当の初心者の方はいると思うんですけど、そういう方は一度に6つと思わずにですね、まず今最初に言った G、C、僕が言った今順番通りに覚えていってください。別にそれが4つでも5つでもいいので、この順番で覚えていったらいいと思います。はい、なぜこの6つかという話をしたいと思います。まあ、この6つをそのまま丸暗記すればいいんですけど、なぜたくさんあるコードの中からこの6つなのかっていう一応理由をね、簡単でいいから知っておくと今後役に立つと思うんで、ちょっとだけ理論のお話をしたいと思います。なぜ6つか、楽曲には曲にはキーというものがあります。よくカラオケに行って1つ上げてとか2つ下げてなんて言ってこうボタンを押してプラスマイナスやると思うんですけども、まあそれがキーと言われるものです。そして1つのキーの中で登場するコードというのがあります。ダイアトニックコードといって7つ存在します。例えばキーが G なら G、Am、Bm、C、D、Em、Fsharp-7 のフラット5という7つが G というキーのダイアトニックコードです。なのでキーが G という曲では今弾いた7つのコードを覚えていればほとんどが弾き切れるということになります。まあ、ここで転調した時はどうするんだよとか借用の時はどうするんだよっていうことを思った人はもうこのステップじゃなくもっと上で勉強されてる方なので、まあここから先はね聞き流していただければいいと思うんですけども、とりあえず1つのキーの中で7つのダイアトニックコードというもので、まあ、ポップスとかなんかは進行していきます。7つのコードを持つ楽曲のキーですけども、キーは7つあります。でメジャーマイナーがあるので、計14個のキーが、考えられます。さて、ここまで話しただけでものすごい数のコードがじゃあ存在するんじゃないかということでめまいがしてくると思うんですけども、ここからが、今回のテーマの本題です。その無数にあるコードの中からどう6つまで削ぎ落としていくのかっていうのをですね少し解説していきたいと思います。はい、削ぎ落とし1、はい、その14個、メジャーマイナーの14個のキーの中で、まず覚えてほしいキーが2つあります。1つが G と言われるキー、それからもう一つが C と言われるキーです。はい、この2つのキーを覚えるということはメジャーマイナー合わせると計4つのキーを覚えるということなんですけども、まあその辺の解説は、本日は割愛します。はい、それでは G と C の、キーのダイアトニックコードを見ていきたいと思います。先ほどお話ししましたが1つのキーに対して7つコードがあります。このような感じのコードですね。はい、G と C のダイアトニックコードで計14個のコードまで絞りました。
ここからさらに削り落としていきます。はい、削り落とし2ですけども、ここからどれを削るかと言いますと、まあ、もちろん全部必要なコードなんで、これはいらないよっていうのは当然ない中での解説になるので、その辺はちょっと承知していただきたいんですけども、あまり使わないというコードを消していきます。7番目のコードです。 Fmb7th のフラット5と Bm7th のフラット5というコードです。まあ、この2つのコードはものすごく美味しいコードなんで、作曲とかしていくときには必要だなと思うこともものすごくあるんですけども、初心者の方たちは後回しにしていいと覚えてください。この2つを消してみます。そうすると残ったコードが12個ですね。12個になります。はい、よく見ると被ってるコードがありますよね。被ってるコードはちょっとひとまとめにします。では残ったコードを見ていきますと、 G と Am と Bm と C と D とそれから Dm と F というコードが残りました。これで計8つまで削ぎ落としました。はい、一番最初の挨拶の時に、覚えてほしいコードは6つプラスできればもう2つ覚えて8つ覚えてほしいっていうことを最初にお話ししましたが、できれば覚えてほしいのはこの8つになります。この8つじゃ覚えられるよっていう方はこの8つを覚えてください。はい、それから削ぎ落とし3です。はい、さらに削ぎ落としていきます。ここまで見ていて、ギターを少しやってる人は気づいたかもしれませんが、残ってるコードの中にギターを練習するのにあたってものすごくハードルになる恐怖のコードが2つほど入っています。はい、それが、制覇と言われる F というコードと Bm というコードですね。はい、この制覇というコードは本当に難しくて、このコードが抑えられずに、やめていくっていうギター初心者の方は本当にたくさんいらっしゃいます。で、ただこの F とか Bm っていうのはですね、ギターをこれからやっていく上で絶対必要なので、必ずいつかはマスターしなくちゃいけないコードなんですね。だけど最初の段階でこれができずにギターをやめていってしまうと本当にもったいないので、最初の段階でこれに苦戦するのはやめましょうという意味で、今はこの8つからこの2つをさらに削ぎ落とします。はい、これで残ったコードは G、Am、C、D で一呼吸置いて D で一呼吸、なんで置いたかっていうと、キーダイアトニックコードが、キーが変わるから一呼吸あえて置くだけです。で、 G のキーから G、Am、C、D を使い、C のキーから今は Dm っていうのが残っているという。はい、それでは F とか Bm が曲の中に出てきたらどうするのという話になりますが、これは少し乱暴な方法になりますが、代用できるコードで FBm 乗り切りたいと思います。代用できるコードというのはですね、先ほど覚えた6つのコードの中に入っています。まず Bm、 これは D で乗り切ります。それから F というコード、これは Dm で乗り切ります。はい、この乗り切りますというのはですね、本当に乗り切りますという意味で、楽曲の雰囲気と違うじゃないかっていうことが出てきたら、当然最初の Bm とか F とかで押さえる必要があるんですけども、これで間違った音にはなりにくいよという意味での代用コードです。はい、この Bm-D、Dm-F っていう関係性なんですけど、平行調なんて言われるもので、お友達というか同じ仲間同士ということで、使い分けができたりします。この話もね、ちょっと難しい理論の話になるので今回のテーマではお話ししませんが、ここは友達なのでこのコードで大丈夫というふうに理解してください。はい、これでキーが G と C の曲は制限こそありますがギターで弾き切れるということになります。はい、それじゃあ G や C 以外のキーの曲はどうなるのという話になりますが、これはですね、アコギとかやってる人はおなじみの小道具を使いたいと思います。カポというものですね。はい、カポというのはですね、フレットに挟むことでキーを変えることができます。で、それだったらキー一つのキーを覚えればいいんじゃないのって話になりますが、例えば G のキーしか覚えてなかった場合、キーが E の時とかものすごい高いところにカポをする必要があるんですね。なので、G というキーと C というキーを覚えるとある程度のカポの動かし方で、対応できるので2つのキーを覚えています。例えばキーが D というコードだったらね、カポを2つに2にして C というコードで弾けば、D になりますし、K
キーが B というコードであれば、カポを4にして G というキーで弾けば B というキーになりますし、まあ、この辺のね慣れとかは頭の中でうまく変換したりとか、 C と G というコードを覚えればどのキーにも対応しやすくなります。はい、まとめると、G というキー、C というキーのダイアトニックコードを、まず覚えます。その中から使わない、まあ、覚えるのを後回しにしてもいいコードというのをですね、一旦削除して、6つまで絞ります。で、この6つを覚えて楽曲にトライすると。もちろんたくさん必要なコードから削除しているので、自分が弾きたい曲っていうのは 100% いけるかどうか分かりませんが、まず書店で売ってるバンドスコアでもいいですし、インターネットの歌サイトで載ってるコードを見てもいいので、そこから始めるといいと思います。でやり方としては、まあ、例えば歌サイトだったら、開いてもらって、今歌サイトってキーを移調することがね表示上できるので、そこで今日やった C と G に移調して、でそれで、見てみます。でその中でメジャーマイナー以外の難しい数字を全部削除してください。まあ、脳内で削除してもいいです。もう全部無視してください、最初は。でマイナーかメジャーだけを自分で把握して、でそれを、見ながら今日出てきた6つのコードで弾ける曲を探してみましょう。でどうしてもね難しい F とか B マイナーっていうのがね途中で出てくると思いますが、そこは今日お教えした代用コードで乗り切れるならそれで、乗り切ってほしいと思います。でこの6つのコードで曲を弾いて鼻歌でも歌い出すとすごく楽しいっていうまず感覚が芽生えると思います。で今日そぎ落としたコードにぶつかって、それが弾けなくて、その曲が自分の頭のイメージ通り弾けないことでつまんないなって感じて、さらにそこでモチベーションをじゃ燃やして F とか B マイナーをやっぱり抑えるっていうところに意識がいくとすごくいいと思うので、まあ、とりあえずですね今日はこの6つのコードを覚えて楽曲を引き出してみるってことは一番大事なところだと思うので、理論でつまずいて楽器をやめるってことだけはちょっと寂しいなと思うので、いろんな方法で曲を弾いてみてください。はい、今日途中で、排除したちょっとした理論の話だとか、さらなるこうギターテクニックの話とか、まあ、音楽ビジネスの話とかをですね、まあ、このチャンネルではいろいろ動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。